犬山たまきさんがホロックスに入社するとなった時、たまきさんの役職は何になりますかということで。もういらねー。ラプ様、僕サムネ作れますよ。お財布ですか。お財布。あ、お財布じゃん。財布係か。悪いじゃん、お前やつ。最悪だよ、マジで。いいじゃん。最悪だよ。役職番係。あれにする、あの、外交係。外交係。いや、もうそれはもう誰よりも任せてくださいって感じですけど。外交係で来てくださいよ、じゃあ。まあ、確かに VTuber 界隈で絡んだことない人の方が少ないですからね。いや、もうすごくね。広報担当やりましょうか。ポスターとかも作れるんで、うん、お、え、お前、うちに来い。あ、ラブ様、ぜひぜひ、うん、うちに来い。ぜひぜひ、給料ないけどね。最悪、うん、大丈夫、あるから、きっと。本当？うん、本当に。え、私たちが払わなくても多分大丈夫。あ、そうか、そうか、そうだよな。そうだ、カバー株式会社に払わそうだ、そうだそうだそうだ。いやでも僕ラプ様みたいな小さい小動物みたいなこうちょっといじめるのが割と趣味なタイプの人間なので、1ヶ月に1回ラプ様の体を好きにさせてもらえるんだったら、角とか振り回させてもらえるならそれで全然いいですよ。オッケー、もう二度はない全然それでいいですけどね。ラプ様のちょっと、ね、全然いらないかも。お腹とかをちょっと優しくね、触らせていただけたりとかすれば全然それで、ね、幹部でいい。幹部やいけ。いや大丈夫、首頭でなんとかしますから私もね眠らせときます。オッケー、記憶を消そう。おかしいな。いや、ラプラスのな。あ、ラプさんとか。え、お前の今、昨日だよお前。いやでもなんか、いや分かるだろお前ら、うん、ラプちゃんっていじめたくなるよな。え、僕がおかしいこれ。え、なんかいじめたい。いやなんかね、シオンと同じもの感じるんだよな。クソガキじゃないですか。可愛いな。誰ですかあの女、ダメですか、そうですか、情熱とは不注意、微熱も消してしまいたい、シルブプレプレプレ自伝。